ばんは。こんばんは。高尾です。やっほやっほー、今日は花は誰のもののオンライン話し会1回目でした。ありがとうございます。ありがとう。可愛すぎたゆねちゃんとの TikTok。 そうだ、なんかドラゴンボールのやつだありがとうございます。今日は話し会のあとちょっと仕事があったんですけど、それも終えてきました。フュージョンしてた。そうなんかよく分からんけど、あ、ありがとうなんかエネタンに教えてもらってしました。確かに、なんか緩くするのがいいって言われて、だから緩くしましたけど、なんかそれが理念的にはすごいツボったらしくて、ずっと笑ってたあ、ありがとう。フュージョンドラゴンボールの、そうそうそう、そういうノリがね、なんかよくわかんないけど、なんかよくわかんないけどやりましたよ。あ、見ましたよ、ルネタンのフラッシュ。ありがとうございます。見ました。今日私インスタのストーリー投稿して、なんか、あ、そう、インスタのストーリー投稿して、投稿ボタンを押してシュッってなったら、急にレータンのそのあの画像が出てきてびっくりしたもん。やばい、私インスタの投稿してなかったん。ギリギリしようかなと思ったけど、気づいたら今日一日が終わります。まだいける。今日からね、あのサイン書きも始まるから、やばいぞまた行きたいってなる。お話し会ありがとう待っています。サイン会とか、あのパネルとかサイン会のやつね、もうね、みんなね、今回もね、みんなね、可愛いですよ。めっちゃ可愛いですよ。オンラインサイン会ですね。
いえいえ、ありがとう。楽しい、嬉しい。ありがとね、本当に今日もたくさん笑いましたよ。明日も笑うぞ。パネリスト届くか。私多分今日明日でなんか多分メッセージカード書いてっていう感じやったから、どうなんだろうな。ありがとう。衣装、あ、今日のツイッターしたやつかな。うん、待ってます。明日、明日もその先もその先もその先も待ってます。緊張してたけど、初めての話が緊張しすぎてあっという間だったって。あら、嬉しい。そう、今日初めましての方も結構いらっしゃった。嬉しい、ありがとう。それしかないやん。いえいえ、ありがとうございます。キャッから花はダイナモノの新グッズが販売される。ああ見た、嬉しい。花はダイナモノの新グッズですね。皆様お部屋とかお話し会の時にお部屋とかに飾ってくれてるんです。今回花はダイナモノのバージョン。そうなん、ありがとね。後ろの紙、これは PR 舞台への紙です。あと10日って書いてある。いえいえいえ、まだいつまでもお待ちしておりますよ。全然受注販売ですか。受注販売やね、期間があるから、それが忘れさえしなければ。よきよき。そうなんや、あと10日なんですよ。もうカウントダウンなんですよね。もうこの ありがとう、世界版も。そう、明日から一桁に変わります。そうなんですよ、コンサートももうすぐ。襟大きいのは最近の流行り。あ、そうなんだ。襟大きいの多いなと思ってた。再販は26日から投票できる。再販分の劇場版の CD か。26日から。そうですね、5周年の準備もラストスパートですね。あとはそれに加えて、4月30日のクライマックスフェスと、あとは5月6日の愛知でのフェスもありますね。ですです。なんじゃこれ、なんか何これ風船のタワーかな。ありがとう、ロックオンさん、ありがとう。風船タワー
初お話し会と、あとはあれかね、知ってくれてありがとうタワー、いえいえありがとうございますこちらこそ嬉しいな。ヤンさんに投票しました、ありがとうございます、嬉しいです。あとです、そうですね、28日のあ、じゃあ30日ですね、 28? ん?30日だ、30日、30日のアットジャム、あと5月4日のフラワーフェスティバル、6日のジャパンセントラルアイドルフェス、ゴールデンウィークはね、たくさん楽しいことがいっぱい。あ、世界3時ですよね。初めて話が申し込んだよって、ありがとう、ありがとう。あ、でもフラワーフェスティバルはまだあれ決まってないですね、メンバーは。なのよあ、グッズもありがとうございます。時間はね、分かってるけどね。そしてじゃん、ロックオンさん、ありがとうございます。初お話し会
ありがとう。チキチキ。わ、風船がいっぱい飛んでる。ジャックさん、タコ。キチネさん、アーツさん、チュンタさん、ゼータンさん、アスコさん、炭酸せんべいさん、ルリコシさん、ハト、立花ハヤトさん、風船、バルーン、エビスさん、キイチロウさん、イワちゃん、ハート、ワンタロウマルさん、テルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと更新しよっと。高尾炭治郎さん、直樹さん、ヒラリンハットさん、バルタンさん、国彦さん、サタルンさん、トゥエールさん、ノブさん、テルさん、大西くん、シンさん、バルタンさん、ナリバーさん、ナオナオさん、鳥取太郎さん、ボンチーさん、うっかりあんこさん、ニャンコさん、ニコニコさん、キチネさん、セイヤンさん、近い、ゆしまりゅうさん、ありがとう。あ、プロフィールをね、時々ちょっと変更しております。そう、中間発表10位で、速報は10位内には入ってなくて、そうで、中間発表10位で、でも7人しかなれないので、絶対7位になりたいと思ってます。それが5月2日の12時までの期間になるので、本当にあと10日って思ったら、すごいなんか早い。ありがとう。でも一歩ずつ進めてるなと思うので、このまま加速でたいなって思います。ありがとう。そう、再販の分はね、26日からですね。ありがとう。ありがとう。嬉しいです。これさ、だんだん外れてきたんよね。いつか外れそうだな。やっほい。あ、ありがとう、追加してくれた。押します。ありがとう。腕
そう、半袖なんよ私今日。半袖です。そうそうそう、画鋲じゃなくて、そう、テープで貼ってる。インスタもそう、紹介続けてる。うん、今日ね、なんか暑かった。でもやっぱり急になんか会場でも急にちょっと寒いなって感じる時もあったけど、いつも洋服可愛いって嬉しい。おしゃれしております。明日はね、明日はピンク、ひらひら、ひらひらピンクって書いてあるけど、今考えてるやつだと、話し会じゃ見えないかも。スカートかも。スカートをピンクにしちゃったかもしれない。いや、靴下靴下じゃないけどね。一回また考えますね。一回ちょっとまた考えます。面白い。それがちょっとそういう可愛い系コーデ、待ってます。やばい、ちょっと今思い浮かばない。今なんか思い浮かばん。とりあえずなんかイメージと違っても、違うよって。まあ、まあまあまあ、うんうん、ありがとうございます。またまたちょっとメールとかツイッターかインスタに載せようと思います。ありがとう。ばソウルメイトさん、徳島のひーくん、ありがとう。しのさん、もっちーさん、さとしーさん、キイチロウさん、かなたんさん、え、本当にどうしようかな。いろいろ考えとこう。考えてたら30分とか1時間ぐらい経つ。いつの間にか。
ね、寝れんくなる。で、そう、実はいつもそう結構考えておるんですよ。あ、ありがとう。でも今日結構メンバーピンクコーデ多かった。ピンクコーデみたいな、めっちゃ可愛かった。最近買った洋服がね、半袖なんですよね。半袖はちょっとあれでしょ。あ、制服、なんか今日制服となんかあのマジスカ学園みたいな感じになってましたね。マジスカ学園、そう、特攻服か、特攻服とか着てたりとか、もう私はひよっちゃいましたよ本当に。パセリとスケバンデカいた？スケバンデカ、え、そうそう、明日どうしようかな。いや、ひよっちゃいましたね。ひよっちゃいましたね。さすがにそれ見たら。お昼ご飯食べてたら急に横に特攻服のメンバーいて、ひよっちゃいましたよ。あと、なんか制服着てる子多かったから、制服着てる子になんか、え、ここ学校じゃないですよっていう、なんか本当に遊びをしてた。ここ学校じゃないよみたいな。そうそうそう、でもなんて答えてたかはちょっと覚えてない。とりあえず、あ、みたいな感じの反応だった。みんな、流されたね。流されてた。私は結構学校じゃないですよっていうことで満足しよったかもしれん。確かに、ちょっとそれでちょっとあんまり流されてた。え、今気づいた。あらららあらららいいね、いろんなメンバーがいて。ハロウィンの日とかね、すごいいろんなメンバーいる。うん、ありがとう。エリ、制服ね、着たんだよね。この前のヘタレたちの時の3月の時に制服着た。よいしょ。スーツ、あ、スーツも見ましたよ。ピンク制服、ありがとう。
演じは1回しかしたことない。はじめまして、めっちゃ可愛いって、嬉しい、ありがとう。着ぐるみって話し会 NG ではない気がする。うん、話し会キャラもの、キャラクターものがちょっとそうダメなんですよね。なんか分からないやつだったらいいけど、エンジはちょっと、そうですね、ちょっと封印してますね。ちょっと封印してますね。あ、ありがとう。テーマに合わせる、明日はピンクのひらひらコーデ。宇宙人しませんか。宇宙人ってすごいの聞いたことあるな、誰かがしてたな、誰かしよったな、なんか孤児宇宙人になりたかったらしい。お話し会申し込む勇気がないって、あら、結構勇気いるよね。なんかタイミングが合えばね、また言います、申し込み始まったら。確かに腰まで行ったらもう分かるか。一回着たコスプレ持ってる、まだ自分で。あ、そう、私もさ、なんかカツをさ、験担ぎでさ食べていこうかなって思った。そう、コスプレ買いますね。オンラインとか、なんかそう、なんでも売ってる場所とかで買ったりしますね。なんでも売ってる。え、なんで分かったの？なんでも売ってるで、すごっ。焼き芋も年中売ってる。でそこまでヒント言ったらもう全部わかる。こんばんは。カップ見てみたいって。うん。確かにすごい時々する。すっごい時々する。焼き芋美味しい。よく。食欲ないときは焼き芋買ってた。
ありがとう。よくかわいい。この色なんか迷ったんよね。色がね、3色ぐらいあって、これが一番薄い色で、もう一個なんかね、もうちょっと暗くなる、なんかデニム生地みたいになるやん、なんか黒っぽい色とか、なんか青っぽい色とか、いろいろあってさ、本当は一番暗いやつにしようと思ったんよ、やっぱり。一番暗いやつにしようかなと思ったけど、なんかその時お店で買って、店員さんがこの色が一番似合うと思いますよって言ったけん、これにした。この色はそう、絶対自分でそう買わなかったから、正解店員さんナイス、よかった。店員さん、私サイズ、なんだろう、サイズなんかいろいろあるんですけど、S かな S かな、ですよねって何でしょうね、なかった。そう、リビネンさんにもこの色かわいいって言ってもらえた、似合うって、嬉しいですって言ったら、それだけって、うん、XS ではない。XS やってない。XS って、は、あれじゃない？アメリカサイズ？なんか、のやつは XS かもしれないですね。どういう質問？意外となんかよく身長高いって言われるけど、153なんですよね。だから結構直接会ったらびっくりされる。あ、でしょ、思ったより小柄で驚いた。やっぱりなんかね、そうなんよ、配信とかあったらね、結構背が高く見えるらしえ、思った通りだった。え、すごい。そういう時もあるんだ。うんうん。ありがとう。162くらいに見える。厚底ね、なかなか履かんかも。私、足が結構弱いよね。154くらいかなと思ってた。めっちゃ誤差。めっちゃ。なんていうの、僅差。そう、サンダルにした。今日は顔は大人、顔は大人ですか。私厚底は体幹がいる。あ、そうなんだ。え、結構こきやすいよね。私結
構走るからのモモちゃんがよじ登れるくらい。モモちゃん、あ、よじ登ってきてこの前普通に立ってたら後ろからよじ登ってきた。うん、でも全然軽くてびっくりしたよ。めっちゃ軽かった。びっくりした。あ、衣装が合う。あら。嬉しい。ももちゃんの方がちっちゃいけど、それを言ったらそんなに変わんないじゃんっていう。本当に多分2センチぐらいしか変わんないんですけど。え、やばくない？え、2センチしか。え、待って。今一瞬自分やばって思った。2センチしか変わらん。え、私大丈夫かな。そう、変わるよ変わるよももちゃんがさ小さい。え、でももちゃんは伸びるかもよ。ひなさんも、ひなさんにもそう、なんかあんまり変わんないですいや違う、一応私の方がまあ一応なんかどっちが高いのって言ったら、あ、違う私って言ったらそんな変わらんもんで、なんかちゃんといいよね、150何点何っていのいいよね、ちゃんと。なんかそう、なんかちゃんと言うんよ、150何点何って。そう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 、だからすごい細かいと。そうですよね、遠くから見たらそんなに変わんないな。あ、そうだね、コンサートではそうですね、ちっちゃめの感じの。あ、 150.5 センチ。私なんて、私なんでこんなに、なんだろうな。って考えてみる考えても考えても絶対変わんないのに、ちょっと考えてみる。ありがとう。よいしょ。かたむつりさん、タンポポありがとう。むつるんさん、ハートありがとう。ハート？ハート？徳島のひーくん、くにひこさん、ありがとう。話し開発参戦していい、していい。待ちしてます。またお知らせします。考えるさや。さやにハマってようだ。あら、あらあら。
ありがとう。お久しぶりです。100番の人がファンクラブ入ってくれて、さやかちゃんに投票してくれたって、嬉しい、ありがとう。嬉しい、優しい。ありがとう。はい、頑張ります。ハマってますか。今日ね、久しぶりだったよね、話し会。また5月になったらまた来んかな。話し会行くともっと好きになると思いますって、嬉しい。いや嬉しいな。話した身が深い。話そう。ハマったら抜け出せない。楽しいよ話し会。私もだってもうめっちゃ笑ってるもん。本当に今日も表情筋がすごかった。印象が、嬉しい、本当嬉しいな。話足りなかった、あら救われてます、あらあら。いや、おもろい。話し会って、そうだよ、ファンの方の顔見ますよ。イメージ違った。中毒性がすごい。私の話し会、ダメージ受けた。オンライン、リアル話し会がね、あれなんよ、オンライン話し会にを申し込んだら、そのシリアルコードで応募できるのがリアル話し会なんですよね。ちょっと難しいけど、またお知らせしますね。そう、大阪は申し込み終わりました、この前。うん、ありがとね。またいます。アクスタ迷い中ね。花輪だやなもののやつなんで忘れてた。あら、おしましはね、あのその日程の2日前の12時からだっけな、で申し込みが開始になりますね。先着順になります。大阪のもう申し込み終わった気がします。大阪、関西、関西、大阪なんかな、どんなや。関西終わった。大阪とは限らないけど、大阪かもしれないけど、関西、関西終わった。あら、結構ピエンって方いらっしゃる。ピエンだった。マジか、ピエンだ。ランキング変わったかな、今かな、忘れるよね。確かに。さっき変わった。じゃあ、
今日の1位はロックオンさん、ありがとう。2位はイバちゃん、ありがとう。3位は立花隼人さん、ありがとう。4位は天野さん、5位は高弘たかさん、6位はルリコシさん、7位はセイヤンさん、8位はみつるんさん、9位はアスコさん、10位はイクカピョンピョン、11位はニシさん、12位はナオナオさん、13位はキチネさん、ワンタロウマルさん、リンさん、サトルンさん、高尾炭治郎さん、カタムツリさん、ソウルメイトさん、コッペさん、シノさん、ホタテ様、徳島のヒーくん、マサトシさん、イナッチさん、ジャッキーさん、ラクラクさん、ゴジュアップくん、タンさん、エイちゃん、大西くん、ちくわドーナツさん、名古屋さん、エビスさん、ありがとうございます。ハンちゃん、釣りけんさん、ミシェルボーイさん、トッシーさん、ありがとう。なんかすごい今日めっちゃ喋ったし、めっちゃ笑ったけど喉がなんか枯れたなかなか喉枯れることないんだけどさ、喉飴あったかな。ハマりそう。お、待ってますよ、ありがとう。どこ、喉飴どっかにねあるんよ、探そう。ストックあるんよ、私の大好きな。私本当に ST 入る前、なんか本当にすぐ喉が痛くなる人で、あのね喉飴必須やったんよ常に。めっちゃ喉が弱い人でさ、すぐ喉痛くない人で、でもなんか家に加湿洗浄機、空気清浄機とかセットしたら喉が痛いのがずっとない。それからそれもあるのかな、ここ弱いんですよ私喉。最近そう、家には加湿器ないから、その実家、私なんか夏とか以外つけてますね、加湿器、加湿空気清浄機。私のそう実家ないです、ね、加湿器いいよ。りわちゃんありがとう。まさか。ねえ、握手会に持ってくる。ああ、ペットボトルに水入れて置いておくだけでも、あ、そうなんだ。でかい。眠くなってきた。眠くなってくるよね。今日はおやすみなさい、みんな。おやすみ。寝
寝ますよ寝ますよ、しっかりと。今日こそ今日こそ早く寝る。夜は寒い。おやすみなさい。目標1時、1時には寝たい。夜寒いよ。いつも2時か3時に寝るかな。多分3時ですね今日。まあ2時かな。5時に寝てるの？遅い。ゆっくり休むぞい。ありがとう、心配してくれて。夜中の静けさ好きって、うん、確かに静けさね。あ、投票のこと考えたら、あんまりね、あんまり考え込まないように。そうだよね、あと10日。わかる、空が明るくなったら焦るよね。私も一回焦ったことあるよ。一回じゃないけど、なんかなんとなく過ごしてて、あ、もうすぐ、あれ、もう寝なきゃと思って、もう寝なきゃと思ってパッて見たら、なんか明るくないってなった時ある。外がもう明るくないって。投票しました、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。皆さん今日もありがとう。またねー。ゆっくりと休んでください。ありがとうございました。